こんにちは、ももです。今日は私の脱毛事情についてちょっといろいろお話をしていこうかなと思います。実は私、恥ずかしい話なんですけど、今までで、ね、脱毛をしに行ったことがなくて、私今年に入って脱毛をしに行き始めたんですよ。脱毛って光脱毛と医療脱毛の2つに分かれてるじゃないですか。で、私はちょっとね、医療脱毛は結構お金がかかるので、とりあえず試しに、光脱毛にちょっと行ってみようかなと思って、とりあえず光脱毛に、まだ1回しか行ってないんですけど、行き始めました。私もともとそこまでなんか毛が濃い方じゃなくて、本当に毛がちょっと薄かったりとかしてたので、脱毛別にしに行かなくていいかなとか思ってたんですけど、やっぱね、なんかね、脱毛してる人のこう皮膚をこう見てると、すごいね、ツルツルスベスベで、なんかやっぱ脱毛してる方が綺麗に見えるなって思ったので、ちょっと今年の夏までにはツルツルになれたらいいなっていうのがあって行き始めたんですよ。最初はなんか2週間に1回ぐらいのペースで、来ていいよって言われたんですけど、なかなかちょっと予約が、取りにくいということがあって、一番ネックなのが、私社会人に4月からなってこう仕事を始めるじゃないですか。で、仕事を始めると脱毛しにこう通うなんかちょっと時間とかがあんまり、なんか仕事柄ちょっとね、先々の予定が結構決めにくくて、ちゃんとしたペースで行けるかなっていう今不安があるんですけど、って考えてる時にちょうどいいタイミングでちょっとね、お話をいただいたものがあって、今回ちょっとね、家庭用脱毛器っていうものを紹介する機会があったので、これをみんなにね、ぜひシェアしたいなと思ったので今動画を撮ってます。今回私が使っていく家庭用脱毛器なんですけど、こちらのトリアのパーソナルレーザー脱毛器 4X というものになります。私これ使う前にトリアの脱毛器のこのレビューをちょっと色々見てきたんですけど、家庭用脱毛器でこのレーザーを採用してるのってトリアだけらしいんですよ。これはね、クリニックに匹敵するぐらいの脱毛力が本当に高いみたいですね。なので、クリニックに行くのと同じレベルで家で脱毛ができちゃうというものですね。ただ光脱毛ってすごく全然痛くないんですよ。ただレーザー脱毛っていうのはちょっとやっぱ痛みがあるので、これも同じようにやっぱ痛みがあるみたいです。まず箱の中に何が入ってるかっていうのをね、ちょっと見せたいと思います。箱の中に入っているのがこのトリアレーザー 4X の本体と、あとは充電専用の AC アダプターが1個入ってます。で、あとは使い方とかが分かりやすい、クイックスタートガイドと、あとは取扱い説明書も入ってるので、使う前にこれはしっかり、読んでおいた方がいいかなと思います。結構ね、いろいろレビューを見てみたんですけど、やっぱりレーザー脱毛なので、結構パチンとしたゴムで弾かれたような感じの痛みがあるということで、出力レベルがね、5段階まで選べるんですけど、ちょっとなんかね、いきなり5とかやっちゃうと痛いらしいんですよ。一番最初に始めやる人は1から始めた方がいいと思いますっていうレビューが結構あったので、私もとりあえずちょっと1から始めてみようかなと思います。まず使い方なんですけど、電気シェーバーとかでいいので、こんな風に毛を剃ってからこれを使って、最後に乾燥しないように保湿クリームとかを塗って、これで終わりみたいです。で、今回ね、私ね、どこを試そうかなと思ってるんですけど、この足のちょっと部分的なところだけをやってみようかなと思います。というわけで、ちょっとお見苦しい足をお見せいたしますけど、ご了承ください。で、ちょっと待って、カメラで映るか分かんないんだけど、ここに毛が生えてんの分かりますかね。まずここの毛をカミソリでカットしていきます。カミソリより私は電気シェーバーの方が肌に傷つかなくていいので、電気シェーバーがいいと思います。はい、カミソリで毛を剃りました。まずここの電源を押したら、出てくるので、私は最初なので出力レベルを1にしておきます。怖いのでね。ちょっと使い方がよくわかんない。もう一回見よう。当てていきたいと思います。ちょっと画角を広げましょうか。というわけで、当てていきたいと思います。怖い、なんかすごい怖いんだけど、なんかピッと後にぶっと音が聞こえるまでレンズを肌に当てるらしいです。あ、これでいいんだ。全然痛くないよ。
全然1は痛くないですね。で足は片足だいたい100回ぐらいらしいです。あ、このねブーって音が鳴ったらねできてない証拠らしいです。どのくらい当てたかっていうカウントの数字がここに出てますね。まあ、私今足ちょっとやったんですけど133回出してることになります。次はレベル2でやってみようかな。痛くない全然。ちょっと広い足とかはするの大変だけど、ちょっと細かい小さいところとか口周りとかするのすっごいやりやすいと思う。ちょっと待って、レベル4やってみます。ちょっとレベル4やってみたいので、レベル4。あー、若干ちょっとピリってするぐらいかも。でもそんなに痛くない。多分私のここの脂肪が厚いからだと思う。皮膚がちょっと薄いところでやると痛いかもしれない。ちょっと一番出力の大きい5でやってみます。うん、ピリッとした痛みがあるぐらい。ちょっとね腕を試してみたいので腕もやってみます。ちなみに当てるときはこういう傷口だったりとかほくろとかは当てないようにしてください。でもこれ家で脱毛できるの相当楽。だって通わなくていいんだもん。でもちょっとね時間はかかるけど、ちょっと腕は3ぐらいにしようかな。あー、若干ピリッとする痛みかも。腕はこの指のここの毛当てたい。あ、当たりますね。とりあえずここで終わっておきたいと思います。で脱毛が終えたらとりあえずクリームとかは、塗って保湿はしてあげておいてください。とりあえず膝下の足の部分と腕を試しにやってみました。腕とか足とかちょっとまあ皮膚が分厚いところとかは出力まあ3か4ぐらい、まあ5でも多分全然大丈夫でした。出力4から5ぐらいをちょっとこれからはやっていこうかなと思います。でね、脱毛をしてすぐに毛がツルツルになるっていうわけではないので、まあ、脱毛して、まあ、2週間後ぐらいに少しずつこう毛がこう落ちていって、あの毛の周期のサイクルに合わせて脱毛をしていくので、まあね結構空いてる時間に家でこう脱毛できるっていうのは、うん、働いてる私にはすごくちょっとありがたいですね。なんかねレビューとか見てるとこの当ててる部分がちょっと小さくてすごく時間がかかるって書いてある人もいたんですけど、私はまあちょっと時間かかるかもしれないんですけど、口周りだったりとか脇とかすごくやりやすいと思うので、広いよりかはこのぐらいの大きさの方がいいかなと思います。まあ、もちろん脱毛したことない人にも、まあ、とりあえず家庭脱毛で、まあ、自分のやりたい時間とかで使ってやりたいっていう人にもいいと思うし、あとはまあ脱毛し終わってし終わったけどでもまだちょっと若干生えてる部分があって気になるっていう人は、あと最後もうこれだけで生えてるところだけ当てて仕上げるっていうやり方もあるので、まあ結構使い方はいろいろあるのでいいんじゃないかなと私は思います。まあ、なので家庭用脱毛器すごい気になる人はぜひちょっと試してみてください。で5月2日から5月15日のこの期間、このレーザー脱毛器の 4X が、まあ、通常5万4800円が1万5000円オフになって3万9800円で、まあ、購入できるキャンペーンがあるみたいなので、そのプラス脱毛器使用後とか、まあ、日焼けした後に使えるパスージングジェルっていうのを1本プレゼントしてるみたいなので、まあ、使ってみたいなっていう人とか、あとはまあ購入をもう検討してる人いれば、ぜひこの期間に買っていただけると、まあ、お得に購入できるかなと思います。まあ、今回どこで使い方だったりとか、まあ、使ってみた感想を述べたんですけど、まあ、せっかくこれから使っていくので、まあ、使うので SNS とかで経過をこうアップしていって、まあ、どんなものかっていうのをまあ、ね、紹介できたらいいなと思います。少しでも参考になれば嬉しいです。まあ、詳しい詳細のこととかは、概要欄に URL を貼っておくのでぜひぜひ見てみてください。というわけで最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。